はい、お便りこと陽介会員でございます。今日はですね、ビートグランプリの皆さん知ってますか？ビートグランプリトラックメイクの大会ですけど、歌いレコードをさせてもらってる、そのビートグランプリのファイナリストのですね、片蓋がですね、ハンバーガーショップを出したっていう噂を聞きつけて、というか、まあ音響をさせてもらったんですけど、ちょっと紹介をしたいと思います。じゃあちょっと、はい、ここのビルということで、あ、これバーガーって書いてある、すげえな、これかっこいいな。はい、ということで、このここの細いところが入ってます。でここはあのコーヒーショップなのかな、はい、でここのお店も良さそうなんですが、この奥にあるっていうね感じで、もうすでになんかおしゃれっぽいっていうか、はい、こんな感じで今あの営業終了後にあの撮らせてもらってるということで、見えるのかな、ハバーグッドタイムさんという風ですね。はい、じゃあちょっと入ってみたいと思います。で、誰もいないです。というのは、片下、自らカメラ撮ってもらってるっていう感じで、はい、こんな感じになってます。で、まあ、ここ厨房で、席数的にどうなんだろうね。11とか12席とか、まあ、多分そういうイメージでしょうね。はい、っていう風で、もともとこれこのコンクリート作りで、あのかなりおしゃれな、店舗になってます。で、ハンバーガー専門店ということなんで、今日は、オーナーシェフというかの、片二人にですね、今日はインタビューをしたいというふうに思っております。で、おたれこで導入いただいた音響のあれだけちょっと説明したいんですけど、ここにですね、ワルツ506というスピーカーを置いて、今日はですね、ヤマハのですね YST150 というウーハーですね、これを、入れさせていただいたという感じです。で、飲食店の場合だと、お客さんがいて、 もちろんその音楽ガンガン鳴らすのはいいんだけど、お客さんがいて全然音楽好きじゃない人もいるから、喋りやすさっていうのがとっても重要なんですよね。で、でも音楽のその包まれ感みたいなのが欲しいというパターンだと、このサブウーハーがあるかないかとも全然変わってきます。で、サブウーハーを入れるとメインのスピーカーの2発のボリュームを落とせるんです。そうすると喋りやすくなります。なんだけどサブウーハーが入ることによって、包まれ感っていうか、非日常感みたいな、ある種の居心地の良さも出せるので、飲食店やってらっしゃる方もね、実はめちゃくちゃおすすめです。はい、という感じでございまして、で、ちょっとあのチラ見せですけど、ちゃんとね、はい、ターンテーブルもあります。で、 DJ イベントも、できるようになってます。配信なんかをね、あのやっていくっていうあの予定もあったりとかするらしいので、ちょっとそこも楽しみなんですけどね。じゃあ、片蓋とのインタビューを聞いてください、聞いてくださいというか、あのよろしくお願いします。今日はですね、名古屋市中区鶴舞千代田です。千代田千代田のですね、お店の名前なんていうの、バーガースタンドハバーグッドタイムです。はい、バーガースタンド、バーガースタンドハバーグッドタイムっていう名前ですね。はい、はい、いう感じで、この人のことを見覚えがある人はかなりオタレコ上級者で前ですね、ローランドのアイラのですね、まあ、あのレビューと、インタビューをさせてもらいました。ビートグランプリのファイナリストの片蓋です。イエーイ。はい、前出たのビートグランプリ2016初回ゼロ、多分0回と1回2回出てるんだよ ね、2回ファイナリストになってる、はい、あのビートグランプリっていう作曲の大会があって、それの、ファイナリストで大体あの200人とか、まあ、300人近く応募があって、その中の13人とか、まあ、10何人とかっていう風で選ばれるのがファイナリストなんですけど、それ2回選ばれてるっていう片蓋で、
もともと三重県だったっけ。そうですね、三重県です。もともと三重県なんだけど、実はですね、まあどういう経緯か知らないんですけど、あのいきなりお店を出したまあいきなりっていうか、まあ俺的にいきなりおおそうなんだみたいな感じでお店を出したっていうことで、おめでとうございます。書いてありがとうございます。はい、でちょっとその辺をですね、インタビューしていきたいなと思います。なんでまあもう完全にもうトップ、日本のトップトラックメーカーみたいな、もうプラス今ハンバーガーみたいな感じで、あそっち行ったんだみたいなとこがあって、ハンバーガーが好きだったの。そうですね、もともと食べ歩きしてて、うん、ですね、はい。あ、そうなんだ。もともと飲食をやりたかったってこと。飲食をやりたかったっていうよりかはサラリーマンをしたくなかったっていう方が。ああ、サラリーマンだったの。そうですね、サラリーマンです。で、まあ、サラリーマン、まあそうですね、サラリーマンみたいな、はい、まあ普通の会社勤めみたいな。そうです、はい、感じで、まあ、自分のしたいことをして生きていけたらなっていう。ああ、はい、まあサラリーマン、サラリーマンはサラリーマンでいいこともたくさんあるとは思うんだけど、うん、まあそれよりも自分のしたいこととかを、はい、優先的にしたっていう感じのパターンでっていうとこですかね。で、まあまあそれは OK で、そっからまあいろいろあるわけが、独立するってさ。で、その数の中からハンバーガーを選んだっていうのがさ、それはちょっと聞かせてもらいたいですね。まあ、もともとよく食べに行ってったっていうのもあって、ハンバーガーを。そうですね。自分が何屋さんをしたいかなって思った時に、まあ、パッと出たのが、うん、まあ、他にも候補はあったんですけど、うん、まあ、ハンバーガーっていうのが、まあ、結構上位に出てきてて、そこから食べ歩きをさらにもう少なくても週 1,2 回っていうのを2年間とりあえずやろう。え、マジですごいね。で、2年間やってで、うん、全然飽きなくて逆に面白いなと思って、お店ごとに全然個性もあって、あ、本当違いがあるんで、へえ、これはじゃあ自分でやりたいなっていうので、うん、だってさ、そんな店をリストアップしていくわけ。いや、リストアップまではしないですけど、でも適当にこう見て、そうですね、もう三重県、愛知県、岐阜県はもちろんですけど、うん、東京とか大阪も食べ歩きに行ったりして。あ、めっちゃ研究したんだ。ですね、はい。へえ、で、なんかさ、なんかそういうのってさ、まあこれ俺の感覚なんだけど、こうバーって行くやん。で、はい、まあ普通にお客として行くっていうよりはさ、ちょっとこう研究するっていう意味合いも持っていくじゃん、はい、で、そうすると、あ、実際結構大変そうなんだなとか、あ、結構辛そうだなとか、知れば知るほど嫌な面が見えてくるってさ、すごいよくある話だと思うんですよ。で、そんだけ行ってて、なおかつやりたいと思ったんだ。そうですね、まあ、良くも悪くも全部自分に返ってくる方が分かりやすくていいかな、うん、おー、そういうことなんだなるほどなるほど。で、なんか、まあ、ビートグランプリで会ったりとかして、で、アイラの、システム8っていう鍵盤があって、で、それのプロモーションをなんかビデオ撮りたいっていう話になって、誰かいい人いないかなと思って、あ、片二人にちょっとお願いしようと思って、ビデオ四日市で撮った。そうですね、四日市で撮ってっていう感じで、あ、なんかすげえ、周りもすげえ友達が多いし、なんかトラックメーカーとしてこう行くのかなって、まあまあ今もやってんのかもしれないですけど、だから余計びっくりして俺うーん、なるほどですね。で、まあ、じゃあお店出します、はい、で、三重県出身です。なぜ鶴舞に出したの。もともと、まあ、三重県地元で探してはいたんですけど、うん、まあもう半年近く全然物件が決まらず。あ、そうなんだ。そうですね、で、まあ知り合い、まあ、四日市のバーのアドバンテージっていうところで、うん、まあ、DJ とかもさせてもらってた箱なんですけど、うん、ランチで曲がり営業していいよっていうのを言われてて、うん、で、まあ、せっかくチャンスをもらえたんで、うん、まあ、3ヶ月限定で。あ、やってたんだ、アドバンテージで。やってたんですけど。めっちゃいい箱なんですよ、アドバンテージって、はい、うん、で、その時に、まあ、もともと名古屋の飲食店で働いてた時に来てくれてたハンバーガーの、ハンバーガー、何ですかね、うん、ハンバーガーワールドっていうブログがあるんですけど、それを運営されてる方がそんなブログあるの。めっちゃ見たいな。うちに来てくれて、うん、
名古屋にいい物件あるよっていうのを教えてくれて、うん、まあいろんな縁があってここに決まったっていう。へえ、もうね、なんて言うんですかね、東京で行ったらね、どこに該当するんだろうな、ここって。なんとも言えんけど、なんて言えばいいんだろうな。どうなんですかね。栄っていう中心地があって、で、その横に大須っていうのがあって、大須にオタイレコードレーベンがあるとこなんですけど、そっから、ちょっと、一歩、一個隣のちょっと落ち着いた栄のとかに通勤する人が住んでるところ、だから割と結構アクセスを超いいくせに、なんか静かみたいな。そうですね。で、まあ、公園とかも近くにあるんで。そうだね、すごく静か。鶴舞公園っていうね、はい、ゆったりしているところですかね。ですよね。うん、の割に結構なんか、まあ、ちょいちょい飲み屋とかもあってみたいな、そういうゾーンですよね。はい。で、一応アクセス的にはですね、鶴舞、JR 鶴舞駅、もしくは、鶴舞線の鶴舞 公園駅、はい、っていう。上舞津も近いです、ね。上舞津も近い。上舞津から歩いていける。あ、だからレーベン行った帰りに頑張れば、まあ反対なんですけど、まあ、てかまあ、タクシー乗って来てください。その価値全然ありますので、いう感じですけど、ハンバーガーのなんかことは俺全然知らないの。めっちゃ好きだ。どう見ても好きそうやん。で、好きなんだけど、でも全然知らないの。はい、で、マクドナルドみたいなファーストフードのハンバーガーと、本格的な本気のハンバーガーがあるっていうぐらいの知識しかないんだけど、はい、どうなんですか、なんかあるんですか、そう、派閥みたいな。まあもちろん、マクドナルドもマクドナルドで美味しいと思いますし。あ、美味しいと思うんだ。美味しいと思います。あ、もうだって、まあ、ふざけんなよみたいな。いやそういう感じじゃないんだ。じゃないです。もう今でも全然食べに行ったりするんで、うん、あ、マジで。うん、なんで、まあなんですかね、よくもよくいい意味でちゃんと住み分けができてるかなっていう感じがしますね。あー、なるほどね。まあ、うん、なんですか、まあ、おやつっていうとあれかもしれないですけど、マクドナルドはまあちょっと軽く食べれるハンバーガーそうだね。でもうちとかはまあボリュームもあるんで、ちゃんと食事としても楽しめるかなっていうのはありますかね。なるほど、はい。なんかこう何、なんかラーメンとかだとさ、なんとか流とかあるやん、はい、そういうのは、はい、そういうのあるの。なんかある、ありますね。あ、マジで。バーガー業界ではあるんです。あるんだ、はい。それはなんかどういう感じなの。なんかまあどこどこ出身的な。あ、そうなんだ、へえ。で、バーガー、はい、ハバグッドタイムさんのハンバーガーっていうのは、はい、どういう、まあ、あののが売りなんですか。うちは特に何々流とかじゃないんですけど、まあバンズが全粒粉のバンズを使ってるので、結構他のお店のバンズに比べて、うん、ハードな感じなんですけど、あ、まあ、中はそんなに硬いの。外は硬いです。へえ、カリサク系っていう感じですかね。あ、はいはい、ありますね。で、まあ全粒粉なんで、やっぱり香りが全然、多分小麦粉のやつよりもいいかなと思います。え、ごめん、全粒粉がわからない、俺は。小麦のあの殻がついた状態のを引いたものです。へえ、ちょっと何、それって健康にいいみたいなって言われる感じですかね。でも、はい、でもそれは健康にいいっていうよりは味が、味もそうです、香りもやっぱりすごいしっかり出てくるんで。へえ。で、バンズが、その全粒粉のバンズがあって、はい、で、まあお肉もちょっとうちはミンチを、うん、大体どうですかね、何対何とかそういうのもあるよね。そうです、あの何対何とか、まあ、2種類とか混ぜてたりするんですけど、うちは3種類混ぜてて、うん、まあ、あとは塩コショウだけっていうお店が結構多いんですけど、うん、僕はもう塩コショウ、まあだけじゃなくて、ちょっとハーブとかも入れて。ハーブ入れるの。そうですね。へえ。単体、肉単体でも美味しい感じにはしてますかね。ああ、ハンバーガー挟まん食っても。でも美味しいと思います。へえ。それを自分で研究したの。はい、そうです。まあいろいろ試して、入れたりとかして、はい、へえ。配合とかも変えたりしてですかね。いや、なんかさ、そういう風に聞くとめっちゃ食べたくなるね。はい、ハーブ入ってんだみたいな風になるからね。なるほど。で、なんかあれですか、そのマヨネーズみたいな。そうですね、ソースが2種類オリジナルのを入れてっていう感じですね。あ、作ってんの。はい、
なので、まあ、ケチャップとかマスタード一応席にも置いてますけど、うん、まあ、使わなくても全然食べてもらえるようにはしてます。あ、そうそう、自分で逆にあんまりつけられたくないです。あ、そういうもんなんだハンバーガー屋さんの本音ですよ皆さん。一口食べて、うん、なんか足りんなかったらつけてもらってみたいな感じです。マジっすか、はい、すっげえ。あ、なんかありますね、ここにハンバーガーの食べ方、ハンバーガーの食べ方がありますよ。はい、ちょっとなかなか見えないからちょっと私が代わりに読みます。ハンバーガーを目で楽しむ。あ、ボリューム感あるハンバーガーを見て撮ってお楽しみください。なんかさ、これ飲食店で写真撮られたくないっていう人もいるじゃん、はい、別に撮っていいんだ。どしどし撮ってほしい。どしどし撮って、あの宣伝にもなるしね、はい、あ、で軽く押しつぶしてからバーガー袋を開いてハンバーガーをしっかり、なるほどなるほど、はい、うん、袋に入れて袋の中でずれないように両手でホールドしつつ押さえて食べるということ。大事なのはこの一番下なんです。細かいことは気にせずに袋を使わず豪快にそのまま食べるのもいいと、はい、なんかずれるやん。もうでもなんかあんまりこう縛られてもなんか、ああ、なるほどね、こういうもうびっちゃびちゃになりながら食べてもらっても、ああいいんだ、はい、なるほどなるほど。え、何種類ぐらいあるんですかその、今は13種類あるんですけど、うん、そんなにあるの。そうですね、でプラストッピングが15種類あるんで、え、結構いろいろ変えれるかなと思います。え、そんなに複雑なのハンバーガーって。何でもありだと思いますね。で普通にプレーンバーガーと、はい、まあ、チーズが入ってたり、チーズバーガーと、まあ、ベーコン、アボカド、アボカド、あとほうれん草、ほうれん草、ブロッコリー、うん、まあ、あとはうちはネギ塩っていうのもやってたり。渋いね。でブロッコリーとかも気になるねそうですね、うん、とかあとまあハッシュドポテトとかも入れますし。あ、やばいや。あとまあクリームチーズ、生ハム、うんうん、とかですかね、はい。へえ。で、例えばクリームチーズを選んでネギ塩っていうか、なんかトッピング入れてもいいんだ。そうです、はい、好きなようにアレンジはできます。ココイチみたいな。そうです、ココイチです。へえ、すごい。ちょっと食べに行きたいですね。お酒もあるんですか。お酒も、はい、置いてます。なるほどね、はい。どういう人が多い、来る人って。まあ友達とか除いてさ、仕事帰りの人とか。いや、意外、夜はもう静かなんですけど、うん、ランチ帯に、うん、まあ、近くに住んでる、うん、まあ、若い方とか、まあ、あと主婦の方とか、あとはもう会社とかもちょこちょこ周りにもあるんで、うん、そこの方が、まあ、休憩の時とかに来てくださったりは。ああ、そうなんだ、はい、へえ、なるほど、はい、という感じで、イベントもやって、はい、そうですね、ると、はい、DJ のイベントですね、はいはい、でターンテーブルが、置いてあります。 DJ ブースも完備していてということで、なんでまあおたれこでですね、音響の方もさせていただいて、今日なんとウーハーが来て、はい、思いのほかに結構良かったと。そうですよ、はい、ちょっと俺があのちょっとあの施工の手順間違えて、あの一瞬どうなることかと思ったんですけどなんとかなりました、はい、いう感じです。なんで実際結構ね、トラックメーカーの人とかも普通にさ、ハンバーガー食べに来ましたっていう口実で、なんかトラックの作り方とかってちょっとこういう時ってどうしてますとか、そういうおしゃべり方でいいですか。あ、でも、まあ、全然あっていいと思います。ああ、はい、じゃあちょっとね、トラックメーカーの人はね、ぜひマシンとか持ってこないでくださいねエイブルトンとかそういうのやめてくださいねハンバーガー食べながらチラッと聞くみたいなのがいいのかなというふうに思います。まあ今コロナなんで、まあちょっとお休みを しなきゃいけないのかな、もう、まあ、解除になってきてるのか。うちは今は夜はお休みをちょっといただいてて、うん、昼間のランチ帯の営業だけにして、ね、自粛中、はい、自粛営業みたいな、ね、うん、感じ、まあ、今うち DJ ブースがあるんで、うん、まあ、ちょっと考えてるのは、うん、その夜の時間にちょっと配信とかで誰か一人とかお願いしてやろうかなとは。ちょっと、ね、ああ、めっちゃいいじゃん、はい、うん、めちゃくちゃねおしゃれなんですよ、うん、なんかちょっとあってぐるっとこの動画の前かもしれないけど、うん、いう感じでございますね。なるほどね。まあなんで、まあ、音楽的なさ、だってビートグランプリのファイナリストに2回行ってさ、でっていう風ですからね、皆さん、それでハンバーガー食べながら音楽トラックメイクの話できたらもう最高じゃないですか、
はい、いう感じでございまして、よかったらというかもう絶対来てください。ハバグッドタイムです。はい、ということでよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。実際あの別にあの仕込みなしでいいんで、素直な感想として今日はあの最初にこれワルツっていうスピーカーがあってこれだけでやって くれてたんですけど、今回ですねこのヤマハのウーハーを、入れたんですけど、これですね、実際入れてみてどうですか。結構音が立体的になって、まああの喋ってる声も邪魔しないんですけど、すごくなんですかね、しっかり下の部分が出てるので居心地がいいながらも音が気持ちいい感じにはなったかなと思います。ありですか。ありです。ああよかった、はい、はい、ということで仕込みじゃないですよでも実際本当に良かったよね。そうですね、本当に良かったです。なんかね、まあ俺はもちろんだけど、はい、まあ、カタフターもやっぱねそういうクラブとかトラックメーカーだからいきなりというか、もともとはイベントの時だけ使おうかなと思ってたんですけど、うん、全然通常営業の時も使いたいなって思えたんで、うん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 、ガツンガツン使っていこうかなと思います。なんかね、なんでも配線やり直してね、そうです、うん、そうそうそうっていう感じなので、あの本当に、おすすめということでよろしくお願いします。お願いします。